私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐二宮和也出演のドラマであなたが一番好きな作品は ?3 作品を解説。過去に日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞するなど、高い演技力に定評がある二宮和也さん。テレビドラマの出演作も多く、作品によって様々な表情を見せてくれますよね。ここでは、二宮和也さん出演のドラマの中から一部を紹介します。流れ星の絆。流れ星の絆は東野圭吾さんの同名小説が原作で工藤官九郎さんが脚本を担当したドラマです。本作で二宮さんが演じたのは、両親を殺害された三兄弟の長男。二宮さんの弟錦戸亮さん、妹を戸田恵梨香さんが演じました。三兄弟が詐欺グループを結成してターゲットを騙すエピソードがドラマ仕立てで描かれているのが特徴です。フリーター、家を買う。フリーター家を買う。で二宮さんが演じたのはうつ病の母を守るために家を買うことを決意する主人公です。主人公はタイトル通りフリーターで、はじめはいろいろなバイトを転々とするだらしないところがありました。しかし、母のためにお金を貯めると決意してからは一生懸命肉体労働に取り組むようになります。そんな二宮さん演じる主人公に励まされたという人も多いのでは?オリエント急行殺人事件。アガサ・クリスティの同名小説を昭和日本を舞台としたオリジナルドラマとしてによる連続放送されたオリエント急行殺人事件。三谷幸喜さん脚本、野村よろずいつきさん主演という豪華さで話題となりました。二宮さんが演じたのは、佐藤浩市さん演じる東堂に復讐するために秘書として雇われる幕内平太です。原作のヘクターに相当する人物で、復讐作戦の重要な役割を担いました。あなたが一番好きな二宮さん出演ドラマは?二宮さんがこれまで出演したドラマを3つ紹介しました。どんな役も自分のものにしてしまう二宮さん。これからもいろんな映画やドラマで活躍してほしいですね。あなたが一番好きな二宮さん出演ドラマは何ですか?丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。